はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。賊が忍び込んできたので、まあ賊を退治しましょうというところですね。こいつガイストじゃん、よく見りゃ。あ、シカトできるなんだよ。じゃあちょっとセーブしよう。完全にスルーしてったななんとも思わないのか、あいつら。この間にもやられているというのに。じゃあちょっとセーブだけします。 OK。 じゃあ行こうっと。上の方が近いのかな。おお、こっからも行ける。待たせたな、戻ってきたぜ。間に入ろう、間に。今更かよ。そうとしか思えないだろ。ユーゼネオルシアの足どを泳がせて正解。何？破壊させてもらおう。やめてくれ。てかユーとかどこにいるんだよ。その慌てよう。あそこには。あれ、俺下から来たのにな。二人とも下がって。ついでに貴様らも死ぬ。リズクが眠っている間に私も戦うぞ。こいつが戦うの？君たち。はい。俺帝国兵連れてる。まあじゃあちょっと最初は帝国兵を排除するか。ボムの右腕と、例によってアイテムに頼る北極の風と、神々の怒り。いっぱいあるのは僕の右腕かな。よし、これでいこう。くらえ、超強い。倒した。まあ、弱点はなさそうだな。やるな、オンズ。何、回復してきた。6万。その一貴様らの貴様らにて攻めて一ターンで6万与えればいいんじゃね。まあ無理だけどね。このままじゃジリ貧だな。なんかやってくれんの？奴のアンドゥーとは局所的な時間の巻き戻しだ。それも巻き戻せるのはだが膨大な時間の流れの前。時間の流れのでもこの品で。いや、ほら、あれを使えってこと。でもそうするとコロニーレーザーが撃てなくね。 SP タンク。あれは大昔に私が使った隠しコマンド。上上下下左に左に ABBA だっけ。おお、流れ出てきた。成功だ。さあアンドゥができないの？今のうちに奴を倒そう。何も言ってこねえし。なんか言ってこいよ。あれ？なんだ？この空間は。なんだこの情景は。てか帝国兵復活してるし。このビジョンを。なんていうことだ。SP として時間を蓄積。これはかつての私の記憶。時間の中には思いが。アルタイル。もっといけない。バトルに集中だ。今はバトルに集中だ。アンドゥを封じただと信じられんわ。アンドゥ、無駄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 。あ、回復はしてるな。バカロ、この時間の激。でもこれまでの威力は6000以上出せってこと。行きましょう皆さん。まあとりあえず帝国兵がいるので、もう一回ボムの右腕使って始末しよう。アイテム万歳。いけ。これ1500、これ2800、1500、あいたーい、1500、いつか当たったんだかわからん。とりあえず、ウルフファング。いや、一気にダメージを与えた方が良さそうだからな。デフォルト、デフォルト。で、こいつは、
まず4ターンの間物理攻撃力を上げる。自分以外の単体の BP を1上げる。あ、これは全体化になんないのか。まあそりゃそうだろうな。これ何？魔法攻撃か。魔法防御。まあ物理攻撃上げるか。パワーオブラップ。アンドゥーヒットポイント。前のターンに戻った。え？どうすりゃいいんだ？とりあえず攻撃してみっか。で、こいつは、ちょっともう一回あれだな。パワーオブラブを使おう。あ、違う。これにしよう。よし、行け。1200、1500。外した。めっちゃ回避率高い、こいつ。トマホークをつけとくべきだった。ストマホークつけてるって開いたー。で攻撃攻撃これ使おう。優がいいな。そうすると食らえ。これでちょっとずつ減らしていくって感じか。デフォルトデフォルトで、こいつをもう一回やってデフォルトアンドゥーヒットポイントで、ここでラッシュをかければいいわけだね。そうするとウルフファングバイソンホーン、ウルフファングバイソンホーン、これでいこう。完璧だ。こいつどうしよう。ちょっと待ってね。これにしよう。じゃあいい。デフォルトを使う必要がないな。え、ウルフファングバイソンホーン、ウルフファングバイソンホーン。で、こいつはエビ体を使って、ちょっともう一回パワーオブラブを使うか。で、ブレイブのウルフファングバイソンホーン。よし、どうだ。くらえ。くらえ。パワーオブラブ消臭ゲヘマジか。お、強い強い強い。で、じゃあアイテムでまた蹴散らすか。北極の風、神々の怒り、ボムの右で食らえ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 。よし、わー、だいぶ戻ったな。超めんどくさいこいつ。デフォルトデフォルト、もう一度あなたとデフォルト。攻撃力はめっちゃ弱えな。でここで発動させてウルフファングバイソンホーン、ウルフハングのコンボ。こいつは次にこれをかけとこう。間違えた。よし、いけ。強い。5000。やばい、減ってきた。行きがけ。よし、お、行きがけまた発動した。ナイスナイスナイス。めっちゃクリティカル出た。くらい。バイソンホーン。ウルファング。どうする？なんかもう、これで一旦前に戻されるとかなりきついな。ケアルダケアルダ。うわ、なぜか味方全体になってるし。アンドゥーヒットポイント戻された。どうすればいいんだ。地道に削っていくしかないのか。
こいつもデフォルト、これで地道にやっていくか。ほら、あれ、こっちのヒットポイントが戻されたんだけど、なんてことだ。また召喚された。またアイテムを使うか。北極の風、北極の風、神々の怒り、ボムの右腕。邪魔だわら。めっちゃ戻してくるな。どうする？とりあえず攻撃をしよう。ここでラッシュをひたすら使おう。こいつどうしようかな。神々の怒り使おう。ウルファング、バイソンホーン、ウルファング、オッケー。くらえ。わ、死ぬ。反撃した。よし、ナイスだ。スペシャルムーブよ。くらえ。あんまり強くない。なんか攻撃力が上がっている。バイソンホーン、ウルフファング、バイソンホーン。これさ、もういいんじゃね？ちょっと勝負に出よう。ブレブブレブブレブ。攻撃。リディアももう攻撃に入ろう。こいつアイテムだな、もう。ひたすらアイテム。ボムの右腕。北極の風。これめっちゃ役立つな、アイテム。アイテム頼み。で、神々の怒りで天狗のくしゃみ、完璧だ。でこいつももうブレイブして、バイソンホーン、ウルフファング、バイソンホーン、ウルフファングと。オッケー。くらえ。お前に回復の隙は与えない。くらえ。ボムの右で2200、2200、2800、2200。やばいやばいやばい、そろそろ倒してくれないとまずいぞ。頼む頼む頼む、倒してくれ。頼むよ本当に。よし、息がけ発動。ナイスナイス、クリティカルクリティカルクリティカル。おー、危ねえ。いや、めんどくさかったな。ゼロゼロゼロ。あー、びっくりした。めちゃ金持ちだな。エーテルターボ。おお、これは何のアスタリスクだ？エクソシスト。すげえ癖がありそうだな、これ。一旦前に戻せる。おすすめ剣。バカな。さらばだ。何？もしやこいつが犠牲になる。おうおうおうおお、殺されるぞ。ダメだ。やばい、子供が殺されるぞ。子供、どうしよう。ウィーフマイちゃん、ブロキオ。どっちが死んだ。おお、早い。イデア魔導士系に育ててたはずなのに。てかスーパースターでかよ。我ら
君たち、聞いてくれ。皇帝の目的を阻止できるのは…そういえば、まだ…ああ。時空の羅針盤を起動させようとしている。起動させるとどうなんの？時空の羅針盤、世界の境界が壊れるとき、時空の羅針盤は…ふんふん、なんでそんなもん作ったんだ、お前は。You can't be serious. そう、端的に言えず。ちょっと待ってよ。そんなことしたら、私たちが…私の考えでは、すべてが消え、つまり…そんな…この世界を…なるほど。その通りだ、ユー。皇帝、この世界を…はい。夜明けか。どうしました？私が表に出られるのは夜。なるほど。そろそろ体を手づく。最後に一つ。ブドウの景色もと。結局お前が原因じゃねえかよ。時空の羅針盤なんて作ったことによる。そうだったのか。え？何かおかしいとはなんとなく自分の中に。そうだ。僕のポケットに。ティズ君、勝手に体を借りていてすまなかった。私はアルタイル、古代の人間で。ああ、今は魂の存在。深海の霊石ってそういうことか。深海の霊石に宿っていたのさ。君に存在を知られたら追い出されてしまうかもと言い出せなかったんだ。ルクセンダルクは名残を尽くし、いつ書いたんだよそんなことより。まだ心残りはあるのだけれど、私と彼女が愛したこの世界を失いたく。なんかそれで、わからない。そうですね。お、うん、昨夜は助けられましたな、そなたたちは。いや、そんな。あ、なんだい。コロニーレーザーを譲ってくれ。なるほど、無論じゃ。よし。お、戦艦作るの。アニエス、おめえこういう時にだけシャシャリ出てくんな。あ、動き出した。浮遊城が再び水の神殿に向かって。しまった、やつらも動き出したか。いや、結界張ってあるから。誰か来ます、一旦切ります。いや、でもすぐ破られそうだけどね。むしろこれは、ああ、気をつけて。 OK、 こいつは何か言ってくれる。あんま有益なことは聞かせてくれないね。若い者が何人も殺された。おお、そうか、やられたか。あんまり人口減ったように見えないけどな。ちょっと道具を調達しよう。だいぶ使っちゃったかんね。結局高いんだよね、このボムの右腕とか。3つくらいしとこう。ゼウスの怒りじゃ、神々の怒りが3つくらい。北極の風も3つくらい。こんなもんか。よし。ステータスは大丈夫だね。じゃ、一旦セーブをしましょう。OK。で、こいつなんか聞かせてくれる？同じことしか言わねえな。じゃあ、水の神殿に向かいますか。もう、エンカントリツは一緒。もう、ここは雑魚敵だからな。水の神殿に行くまで1日くらいかかるかな。半日かかるか。夜になっちゃいそうだな。夜にはならないか。おお、ならなかった。なんだこのヒリ。そんな結界なんて簡単に破れるんだよ。君たち考えが甘いよ。結界を作れるということは結界が破れるということなんだよ。いいや、さっきセーブしたばっかだし。連戦か。そうすると、あ、アニエス様、そうか、このためにアニエス様を誘拐したんだな。アニエス、アニエス、
頭がいいな、皇帝も。光が。やめてくれ。ちっちゃ、こうやって見ると。お前は。あら、あなたと。私はアンネ。あなたたちもいいところまで。計画はもう最終。そう言うと思う。いでよ、ブクブク騎士。え、なにブクブク騎士、言いづらい。またこいつら出てきてる。二等兵のくせになんでこんなところに出てくんだ。いつの間にこんな兵器の操縦を覚えたんですか。ジーダン、出るくらいやっとの思いで帰還を果たし、失って私が、私もこいつが勝手に飛んで待て、アンネ、こいつ、まあこんなポンコツ速攻で壊してやるよ。またあの二人乗ってんのかな。あ、乗ってない。ちょっとまず調べよう。あ、調べらんねえし、こいつ。マグノリアか。まずパワーオブラブだな。パワーオブラブ。うわ、回復しちゃったよ。マジかよ。マジか、いって。おぉ、銃に弱い。ってことはもう、ティーズがすげえ役立たずだな。ショックだ。とりあえずケアルだ。炎が効かないから、まあ神々の怒りかな。やることがない。マジックミサイル。え、回復しちゃったよ。どういうこと？属性は回復されるってこと？そういうことか。もう一度あなたと。どうしようかな。マジでこいつ役立たずだな。お、これ使おう。やることないし。エルドラード。うわー、マジかー。スピリットバリアン。防御貫通とかは、いいか、ウルフファング、バイソンホーン、ウルフファング、バイソンホーン、攻撃、攻撃、攻撃。で、こいつはちょっと回復をしないといけないから、こいつはもう、アイテム適当に使ってるしかないな。ハイポーション、減ってるマグノリア、トランスフォーム、こう、形態が変わった。ってことは？あれ、でも一応弱点で終わるか。うわ、勝てーなー、本当に勝てー。うわ、マジ硬い。デフォルト。デフォルト。で、こいつもデフォルトだな。いいよ。なんだなんだなんだ。ああ、そうか。マジックパワーか。パワーオブラーブ。かっこいいよ、オッケー。全然まだヒットポイントあんな。なんかいいのあるかな。こいつ、あ、ティーズがまひってる。強い。いてー。
デフォルト、ブレイブ、ブレイブ、ブレイブ。あんまり効果ないけど攻撃するか。めっちゃマジックパワー使うな。キズ君ピンチだし。300、400くらいは当たるか、うまくいけば。もっと当たるわ。クリティカルが出れば全然違うな。トランスフォーム。トランスフォーマーだな。もう一度あなたと。おし、チーズが復活した。どうしようかな。とりあえずエーテルターボを使おう。エーテルターボ、エルドラーク。わあ、これかめんどくせえ。ちょっと待って、2万1000かまだ。デフォルトでパワーオブラーブ。キズはエーテルで自分を回復。エーテル、デスペル。マジかよー。強い。でもこのパターンでいけば多分全然余裕で倒せんな。スピリットバリア張ろう。マジックだとね。無駄無駄無駄。ウルフファング、バイソンホーン、ウルフファング。一応もう一回パワーオブラブを張るか。で、デフォルトとトランスフォーム。うわ、硬硬硬、めっちゃ硬。完全に通らない。パワーオブラブ、これでどうだ。1900、1600、2000、9000か。デフォルト、デフォルト。こいつマジどうしよう。やることがない。デフォルト、カスティーヨ、いてー。あ、カスティーヨでマヒるんだ。ってことはマヒを回復させよう。麻痺回復ってどれ？もうわかんねえから万能薬でいいや。よしよし、これでどんどん BP を上げて。ダブルアリアスコーンで、ブレイブ、ブレイブ、ブレイブ。そろそろ死んでほしいな。ケアルだと。ハイポーション一人一回貼ろう。ハイポーション、ハイポーション、ハイポーション。もうティーズが。よし、当たった。息がけ発動。バラージ。ケアルだ。だいぶ持ち直したな。バイソンホーン。ウルファーング。バイソンホーン。オッケー。え？ちょっと待って。ああ、危ねえ、危ねえ。待って待って待って。おー、びっくりした。復活してくるかと思った。まあ、強くはなかったな、こいつは。ちょっと属性を回復してくるっていうのが。めんどくさかっただけで。あれ何にも言ってこない。そのまま。アニエスもいなくなってるし。あれ、クリティカル、クリティカルじゃねえ、クリスタルの方に向かってないのに。
ニコライ連戦は勘弁してほしいよ。そこには何の意志のかけらもんな。あったんだけど伝わらなかったな。ニコライさん、ここを通すわけにはない。戦闘？ニコライさん、大事なことなので。ユウ、気をつけろ。なぜ帝国なん。そうですね。お、話してよ。私は食材のためジャンからも聞いたでしょう。私が入団した頃から同期の騎士らと共に誓い合ったの。しかし時と共に、そして17年ほど前って17年ほど前、ニコライさん何歳。突如として湧き起こった軍団に、そう、聖騎士の血気、土の神殿もそのクリスタル。聖教の老人たちは樹立したばかり。聖教騎士団は武装を放棄。クリスタル聖教は、しかし、これにも、しかし、その後も一部の権力者のみ、反対者への裁きはより密告と賄賂が横行し、行動重ねて申し上げましょう。どんな犠牲を払おうと、私はそう。だからいい。もう少しで悲劇に満ちた歴史は書き換わる。なるほど、歴史を変えたいってことね。この世界は消え失せ。だからどうか。俺の誇りだった聖教機。それ。ユウ。ユウ。引くべきだ。それで良いのです。出ません。言う。思えばだけどヒレアさんにはよく一人っきりだ。ティスさんはのほほんとしてる。黙って過ごしていた。マグノリアは、俺はこの連戦か聖教だけど俺が深できるはず。これが誰に命じられたわけ。俺の。なるほど。しかし、おお、マジか。道理であの機械あんまり強くないと思ったよ。帝国兵連れてるし。イデアのマジックパワーがないな。ちょっと回復させよう。ちょっと待って待って待って。まずこの取り巻きどもは例によってアイテムで排除する。ボムの右腕。そこから始めよう。北極の影。神々の怒り。で、北極の風と。くらえ。おー、強い。くらえ。くらえ。はい、オーケー。ここから全てが始まる。デフォルトの、こいつちょっとエーテルターボだな。2つかー。エリクサ使っちゃおうかな。使っちゃおう。で、イデアはこれで、こいつはちょっとエーテルターボだな。いや、エーテル D な。スピリットバリアを張ろう。あいつだ、結構強えな。オッケー、エリクサー。デフォルトの血を守ってあげるようで防御を固めるか。スピリットバリア、ハイジャンプとかもいらなそう。スピリットバリアだな。ブレイブブレイブブレイブとウルフハングバイソンホーン、ウルフハングバイソンホーン、ガードのタワーオブラブガードと。いけ、ユウ、ライトニングライトニング、ギハー。なんか普通に攻撃してもいい気がするんだけど。デフォルト、ブレイブブレイブ。アイテムはじゃなくて、ケアルだ。ブレイブで、ハイポーション使うか。結局こんな役だな。よし、ディバインナイト、これは危険だぞ。
あんまりラッシュをかけすぎると死ぬ恐れがある。これが全部あれ、弱い、マジ弱いこいつ。あれ復活してくるか。さすがにそれはないよな。おおおおおおお、復活してきた。君の意志、私を倒してで。え、ディバインナイトは継続してる？あ、継続してない。お、やった。デフォルト、デフォルト。で、もう一度あなたと。デフォルトンスか。デフォルト多分なんか使ってくんな。ガード。ガードしとくか。ライトニング、ライトニング。無駄。無駄と言いつつ、竜がかなりやべえな。ブレイブ。じゃなくて、デフォルト、ブレイブ、ブレイブ。こいつは回復に入ろう。ケアルダで、味方全体。エクスポーション使っちゃおう。ユウ、ケアルダ、とりあえず一旦回復。開いたー。よし、OK。バラージ。一気だけのダッシングが発動しない。発動しなかったかー。デフォル、デフォル。もう一度あなたと。デフォルト。ほいー。よし、ブレイブ、ブレイブ、ブレイブ。ウルフ、バイソン、ウルフでいくか。こいつはちょっとブレイブ使って。パワーオブラブ。からのケアルダ。で、ブレイブ、ブレイブ、ブレイブと。こいつもうマジックはねえんだ。よし。ウルフファング、バイソンフォン、オッケー。弱かったな、危ない危ない。成長は私強い最後意志決して頑張りべ。こいつもエーテルターボか。そうか、ニコライも言ったか。ですが、あと残ってるやつら誰がいるのか。これで全てのクリスタルが陛下の望みか。うん、だが同志たちもみんないなくなったか。いなくなったな。ええ、しかし陛下の望みは、うん、ではよろ、ま、待てよ。誰かいる。お、生きてたか、じゃん。よくぞ戻った。これより我らは、ああ、この忌々しいリュクセンダルク。結構元気だね、走って戻ってくる。ようやくまた戻れるよ元に。セーブをさせてくれ、セーブを。とりあえずほいっと。一応このイベントは見るか。おお、 あの光の柱は、あれはホーリーピラー。ホーリーピラー、私たちも。どうやって。ちょっと待って、魔王もしや。いや、これ戦えないよ。あ、じゃなくて飛んでる。すげえ。てか温泉は、温泉垂れ流しじゃないの。ロータスさんに操縦の仕方を習いまして。お、すげえ、センスあるな。いやいや、ユウ、指示通り。しかし驚いたぜ、里の外壁を煮溶かして船の底に塗るなんてな。 That's how you do。 すげえな、こいつの発想。
心配ご。塗料は温めた時だけ浮力が出るように加工したし、船底全体にお湯を通す配管工、つまり湯加減次第で。なるほど。風呂釜を炊けて船を。ありがとうございます。ロード、よっ。恐ろしいわね。よし、フライング湯船、広い場所で降りられる。なるほど。テイクオフ。ほんほんほん。じゃあちょっと一回降りるか。というところで、あ、また右上の方にサブイベントが発生してる。とりあえず次はあのサブイベントをやってから浮遊城に乗り込みたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。